こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。スターホースポケットプラス、前回は散々な結果でしたね。なんとか調子を取り戻さないといけません。ものは可愛いものです。農園で収穫できます。84キロですね、カタオマルペンさん。ベストマタイジはまだ480キロままなんで、いい感じですね。ようやく本来の瞬発力が出てきました。言葉のあやかな。嬉しそうですね。距離が分かりましたね。1008から3000メートル。嬉しそうですね。まだ道あると瞬発力が分かってないんですよね。聞いてくださいよ。僕はこれ虫ですか。宝塚ですよね。ちょっとレースを見てみよう。ヨナゴステークス、ヨナゴステークスはちょっと距離がね、高いから出しましょう。いいジョッキーがなかなか乗ってくれないよな。気合十分ですね。なんだろう。あ、おせちか。人参だから。いい感じですね。何かご用でしょうか。一応ベストバ体重だけど、東京の本数がもうちょっと欲しかったかもね。確か3本調教すればなんか十分だっていうのはどこかに書いてあったような気はしますが。3番人気か。あ、でも20丸が1つついてますね。投票受付を開始します。20丸ついているのは砂糖ダイヤモンドとビブロス、他ワーザーって、これ外国サンバかな、国馬かな。こちらにも丸がついてますね。肩のマウペンさん、発送校舎って出てますよ。ゲートに不安あるのにな。さあ、果たして高塚記念どこまで食い込めるか。頑張っていきたいと思います。結果を出したい。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。
年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は里のダイヤモンドか、それとも奇跡か。先行グループからまず見てまいりましょう。ダンビライトが上がってまいりました。ストロングタイタンが並んでいっています。この辺りちょっと離れている12番、ノーブルマーズ、エブロス、内を通りまして里のクラウン、外を通りまして6番ステファノス、そして1番人気の里のダイヤモンド、うまくいっているんではないでしょうか。ワーダーがかわしていきました。カタノマルペンサ、外を通ってパフォーマープロミス、その後ろでやりましょうか。ミッキーロケット、奇跡、これがしんがりでやります。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭行くのは1番ストロングタイタン、カンバシンリード、それから9番ダンビライト、この2頭はもう一騎打ちという感じ。ちょっと離されまして12番ノーブルマーズ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内を通って2番サトノクラウン、ステファノスがその後ろ、ワーダーがそのうちにいます。それからもう1頭ビブロス、サトノダイヤモンドはこの辺り、それからカタノマルペンサ、その外からは8番パフォーマープロミス、10番ミッキーロケット、おっと一気に行った奇跡とレムーロ、先頭は依然としてストロングタイタン。さあ差が詰まってきます。さあ阪神競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くオレンジの帽子はダンビューライト、カタノマルペンサが間から来ている。9番ダンビューライトがまだ粘っている。頑張る頑張る、武豊とダンビューライト、里のダイヤモンドが差を詰めてきた。このまま粘れるか、ダンビューライト、奇跡が襲いかかる。ダンビューライト一着してやったり、武豊まんまとして天才にやられました。何ちゃった。何がなんかいまいち足りなかった気がしますが、まあそれでも前走よりは伸びてるな。次は頑張りましょう。いやしか。一着。九番。年越し福引きガチャっていうのがありますね。レースを終えた馬が戻ってきました。かなり細く見えますね。まずまずですね。放牧です。そしてこのぐらいまで放牧すると8キロ増えるのか。ご存知ですか？ご用でしょうか。はあ、太い。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。ご存知ですか？大人だからな。気合い十分ですね。別の会話。いい感じですね。一箇所か。聞いてくださいよ。この馬小原だから関係ないですけどね。いい感じですね。大根、ナスとかいますが、ありますが、
レグレスは富士ステークスがある。富士ステークスは距離短いんだよな。来週行きましょう。天敵戦合わなかったレースが出たのはちょっとご存知ですか。あと9周して引退まであと9周か。馬体はいい感じですね。まずまずですね。さあ出走です。秋の天皇賞、北木騎手、何かご用でしょうか。奥向きガチャっていうのがあります。これ聞いてみましょう。10回。お守りとかありますね。そのお守りってなんだろう、まあ、メダルがザクザク出てきました。さあレース行きましょう。秋の天皇賞、中距離戦で、攻めてますね今回は。3番人気、1番人気はスワブリチャード、2番人気はレイデオロ、カタノマルペンサー20丸2つついてますね。いいかもしれません。チャンス、とか奇跡とかステファノスとか中引きなんかも出てますね。アルアインもビブロスもミッキーロケットもなかなかのメンバーだと思いますが、最近の馬の方がレベル高いのかな、ひょっとして勝ちにくいとか。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。レベルがあるんでしょうか。さあ行こう天皇賞、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは1番奇跡、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。アルアインが追いかけます。4番レイデオロ、ステファノス、その外からはビブロス、サングレーザーがその後ろ、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。カタノマルペンサ、その後ろでやりましょうか。6番マカヒキ、そのうち2番サクラアンプルール、そして1番人気のスワーブリチャード、うまくいっているんではないでしょうか。そして外からはミッキーロケット、しんがりからブラックムーン、流れるようにレースが展開されています。先頭は1番奇跡、奇跡かなりリードしている。ちょっと離れて7番アルワインであります。前前での競馬レイデオロとムメール騎手、そして4番手に9番ステファノス、外から1頭12番ビブロス、11番黒い馬体サングレーザー、カタノマルペンサ、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、カタノマルペンサ直線伸びてくるのかどうか。差を広げた奇跡、まだ余裕がある。外から何が来ているのか、スワーブリチャードかアルアインが2番手、先頭川田と奇跡、レイデオロ懸命に追う、3番手にレイデオロ、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。若引き懸命に追う、頑張る頑張る川田と奇跡、かわしたかわした、カタノマルペンサ一馬身リード、内が飛んでいる。若引き一着、カタノマルペンサ末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。ついに成果が実りました。やりますか。1着8番、2着6番、3着3番以上のように確定しました。瞬発力です。メダルは4000獲得です。上を狙っていきましょう。聞いてくださいよ。
ずまずですね。まずまずですね。これで放牧かな。何かご用でしょうか。次は有馬かもしれないですね、この状態だと。はい、ついに、天皇賞秋を取ることができました。これは次走にも期待ができそうな気がします。東京との相性がいいのかもしれません。さあここからどこまで巻き返していけるかですね。何かご用でしょうか。引退まであと8周、見届けていただければ幸いです。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケット、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。